光るんですね。あどうしたんですか。中段チェリーだ。3つってなかなかないですよね。中段チェリーじゃん。あ、引いちゃったか。あ、本当に引いたじゃん。引きました。やっぱりラッコだ。やば。いやでもまあすごい始まったね。そうですね、おめでとうございます。ありがとうございます。え、さっきのチャンス目か。ついにこの台もいったー。やっぱ間違いないっすね。いきます。チェリーかスイカ引きたいんですもんね。 60% でしょ。クリさんと合わせて3回目なんで、さすがに当たる。ベルリップはダメか。来た。これで大丈夫か。さすがに。はい、絆もう確定でしょう。はい、え、ああチャンスも引いた。あやり放題でした。135ゲーム、ちょっと遅いな。1878枚。すっ、よいしょ、オッケー。いや、あるある。要するに乾燥すればいいんですもんね。もうちょっと早かったらなぁと、400枚ぐらいでよかったんですけどね。よし、いきます。すぐチェリー行こう。あーチェリーじゃねえか。よし、赤、よし赤。ああーレインボーとかないんかな。回ってる。次回予告です。やりました。クリさん帰ってくる前に、はい、赤うまいっすね。よし、クマさん倒します。はい、聞こえてる？聞こえます。あ、聞こえてんの？聞こえないっす。聞こえてないよね。いや、ナイスナイス。あ、聞こえました。AT。はい。ナイス。あざーす。帰ってきて速攻当たったの？速攻温泉行って。温泉行ったの？はい。やっぱいいよな。間違いないっす。おかしいよな。はい。俺らが打ってた今までのゴールデンカムイは何だったんだっていうぐらい挙動だもん。で、今2000もあるんすよ。あ、そっか。だからあと1000枚ですかね、感想。あー、なるほど。だから2000枚出せばのやつじゃなくて普通にユリッカン切るってことね。そうです、そっちで行かせていただきます。だ、何せよあれだろ、相撲取ればいいんだろ。あ、そうです、相撲一択です。相撲だろ。やりますか。いや、だから、うん、スロットでな。スロットで OK。 とりあえず俺はあの、ショーカーのマジで、あ、復活劇解けるから待ってて。はい、必ず復活する。待ってます。クリさん、はい、残り430枚でいいらしいです。続いてくれるんだ。あれ、100ゲーム以内って書いてあるんですけどね。今何ゲームだったの。130とかです。え、だってこれ430枚いきますよ、クリさん。100ゲーム、あのね、100ゲームだったらいかない。余裕じゃないですか。いや、100、なんか乗せなきゃいかないよ。乗ります乗ります。いや、飛びます飛びますみたいな言うね。乗ります乗ります。いやいや、だから2回目は違うだろう。狙ったら違うんだよそれ。はずいはずい、はずい。めっちゃ恥ずかしくなってきた。いや、もっと恥じるとこあるだろう、いっぱい。お前、ないですよ。あるだろう。
恥ます恥ます。いやいややめろ狙うな。全然笑えねえわ狙ったら。大チャンスですクリさん。いやマジで申し訳ないけど、はい、俺はまあ5対5引いてると踏んで考えてね。マジっすか。何せよ翔くんちょっと頑張ってくれ。一旦俺は復活までちょっと待ってくれ。復活したら必ず出すから。じゃあすぐ乗っけちゃいますね。分かった。401枚、2.7枚、100ぐらい乗っけたらいいですもんね。もう早い話。100乗っけたら余裕じゃないかな。余裕です。うん、あと90ゲームあるんで。100ゲームのキロはさすがに余裕。シンプルに見たい上位。わかりました。言うて俺もまだ18000なんで。あ、全然ですよ。この辺で引いちゃえばマジでいけるんですよ。おお。いやなんか今まで俺打ってたのこれ入ったことないんですよ。だから多分多少設定はあると思うんですよね。こっち前台ですかね。あ、引いたんだまた中段チェリー。上さすがに上。あ、チェリー。クリさん、はい、大好機。ボーナスじゃない。大ですよ。ボーナスじゃないかな。チェリー2連続で引いて、あんま感想だなこれ。あ、クリさん参戦でした普通に。ああ、俺たちの。いやいや、そんなにはしゃぐほどじゃない。2人とかだと思った俺に。だってこれで簡単ですよ。3分の1を2回乗せて100乗っけたら終わりです。確かに。え、白石が良かったんですよ俺も。まあ確かに決定だもんな、はい、杉本が一番むずい気がするな。でもレア役の重さは変わんないでしょ多分。あー、でもなんか乗っても2分割って55とかなんで。まあね。はい、リプレイ。はい、あー、スイカいた。スイカいた。絶対熱いです。マシリパちゃんの夜スイカいたんじゃない。いや、スイカであるよ。リプレイもあるけど。リプレイでした。まあでも3分の1取った。あ、覚醒か。覚醒だ。来た。クリさん隠りました。ナイス。はい、簡単。ナイスジャスティン。今日はジャスティンデーだな。来た。何、なんか白石がこうやってます。ピュー、ピューってやってんじゃない。3戦目チャンス目か。いや、何、外れでした。なんだよ。あ、黒ナビです。リプレイです。ゼロなんでこれで3分の1ですよね。ブルッブルってない。ナイス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 。ブルって3分の1やってる。20。頑張って。あ、惜しい。まだあるまだある。大丈夫だよ。クリさん300枚です。大丈夫だよ。順蔵通り行けばあと20枚ぐらいです。マジでしょ。そこまで行ったら行かないのはマジもったいない。俺が言うのもあれだけど任せてください。もうお前しかいねえんだよ今頼れるやつは。アラフの力見せましょう。アラフの力見せたら外れんだよ。はい、これがアラフの力です。鶴見さん、鶴見さん、チャンスメラ乗る。いや、いいよ、ちょっとずつでいいよ。ちょっとずつでお願い。まあ、あと10か20乗っければ順蔵通り出ればもういけます。上位やった。これでクリさんと相撲できる。いやいや、まんまいな。それはまんまいな。マックス。よし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 、いった。いや、いったべ。それは2人、もうなんなら2人。やっぱ俺たちの白石か。ブーツだ。あ、じゃあ50じゃない。え、チャンス目か。チャンス目だ、うん、うまい。どうせ角なんでこれ50です。クリさん上位もらいました。おめでとうございます。あざす。もう大丈夫。もう大丈夫です。いきます。いやー、かっけー、見たい。あれ何分の1なんだゴールドラッシュって。そうだね、50ゲームゴールデンロードっていうのがあって、はい、突入時点で上位 AT 濃厚で消化中、フリーズ抽選してフリーズしたらゴールドラッシュプラス上位 AT だから、特化のスタートの上位 AT なんですよ。全然違うな。そうじゃなかったら多分100ゲームなのかな、うん、ってなるとちょっと厳しそうですもんね。あ、初めてやれますわ上位。いや、ちょっと頑張ってくださいマジで。俺はもう本当に羨ましいです。
おお、お母さん、マックス。あ、いきなり杉本さん、50%3 連続。アシリパさん、アシリパさんです、クリさん。あ、それ2人来てよ、俺。紫の参戦。あ、違うわ。赤でした。俺たちの。白石3連続。いや、すげえな、上位。やっぱ行くと強い、行くと強そうだよな、でも周り見てると。強そうです。残り98枚です。すごい、おめでとう。82ゲームなんで。いや、もうそれは間違いないです、はい、大丈夫です。おお、ここでリーロック1個チャンス目。まあ乗せるだけ乗せたっていいしね、それね。そうですね、これもう順増上がってくれんすよね、多分これ。ああ、完走したらそうかもね。あ、上位上がれば、上位は 4.5 枚だから。そっか、獲得するだけか、これ。あ、もう一度チャンス目から。ええー、クリさん2人。おお、やば、もうそれ完走させに来てるわ。来てますよね。あ、初めてだ2人。今じゃねえけどな、本来な、もう完走目前だから。そうっすね。、まあ、まあまあまあ、あと500枚ぐらい出しましょう、しっかり。これでおお、ああ、違うわ、枚数か。はい、獲得しました、ゴールデンロード。おめでとうございます。あだます。いや、こちらこそありがとうございます。あ、スタバで来ました。あ、感想だ。あ、そういうことか。もう2人やんなくてよかった。いや、ショー、はい、マジであるぞ。ある。ラッコ相撲あります。いや、ラッコ相撲ある。あります。要はお前のラッコ相撲はカッコ万枚ってことだろ。そうです。ある。もう旋風です。あ、いきなり強いとこ行った。ちょ、外れたんすよ。いきなり強いとこで外れた。あ、暁。そんな外れんのって思っちゃったんですけど。え、これ当たるでしょ、暁で外れ目。あ、それは当たりますね、うん。まあ、しかも俺乗せまくったから今ゲーム数は270なんですよ。軽い。はい、だからまあまあ許します。あ、6っすよ。あ、早いわバトルまで。ほら、あ、投資が25,000円いける。ここで AT 入れればいける。バツ入れる、絶対入れる。ここでリプレイ引きゃいいんだろ。リプレイ以外ダメなんだっけ、まあ、レイヤー行くと。そうです、10枚ベル以外で。ベルリプはダメなの。 OK です。 OK なのね、10枚ベル以外なんで。食べ、ありがとうございます。285ゲーム2万5000。ナイスです。ありがとうございます。熊倒しちゃってください。はい、おーし、フリーズします。こっから50ゲーム。はい、ゴールデンロード。まあ、なんか引き合いんだろうな、レイヤー君頑張って。はい、お前とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。初の上位、消える気しかしないです。おー、いや、見たいもん、ゴールドラッシュやっぱですね。ただこれどういう感じで消えんだろうな。リーロックかな。来た、うん、だ。なるほどなるほど、そういうことか。あ、じゃあリプレイもあるね。いや、硬い。あ、ベルリプレイもリプレイ以上で抽選って感じですかね。3回連続。なるほど、面白いね。面白い。じゃあ俺も引くか。熊倒し行ってきます。はい、わあ、リプレイ。いけ、ガーン、1段階。うわ、スイカ、マジ。ん、いやー、ダメか。そっか、あれで消えるかもってことか。いやー、もう一回、うー、おし、
まだ分からんじゃない。でも俺も緑まで上がったしょで、またリプレイ、あ、まだいける、そう赤までいった。あ、じゃあもう大丈夫です。 80% オーバー。いや、もうレインボー行かせます。よし、うわ、レインボーです。ナイスです。ただいま俺は勝てる男にかな、神々です。クリさん、思ってもないこと言っちゃダメです。噛みます、クリさん。そうだな、はい、思ってないこと言っちゃダメだな。ダメです、ダメです。頑張ります。ショーにそんな言われたら終わりだよ俺も。もうちょ頑張って、あと何も、あと7です。いや見たいやな、ゴールドラッシュ。まあでも俺が見せるか。いやダメかな、ちょっともう一回。キリンゴロド、めちゃくちゃ溜まってるからね。ラスト、最後に引く。あー、ダメ、ダメでした。普通に上位80とですね、多分100スタートってことですよね。マジか、フルコースですけど、これなんか俺えらい溜まったから、その後なんか起きないかな、普通に AT かな。ありがとうございます。あのこれでまた2000枚ぐらい出したらいいんですもんね。そう、 OK です、 OK です。でもそれで俺も出すから、だから2人で、そうなると多分6000枚とかになります。いけます、いけます。はい、100ゲームですね。痛い、熱そう。これは参戦取ってるだろう。赤ハットイン、あ、V ボナ、ボーナス、はい、出てきました。でも性能変わんないって書いてあったよね。そうですね、だから普通に引いたんじゃない。はい、チェリーで素晴らしい、チェリーボーナス。うまい、マジでうまい、全部参戦持ってきてる。俺たちの白石、熱い。本当だ、熱いのか、はい、白石、白石が一番熱いっす、まあまあまあ信頼するよ、出してる人の言うことは信頼するよ、はい、白石です。いやー、なんか参戦した途端にプレー引けないってなってるんですよね。あるあるですね。なんか引いた、なんか引いたぞ。これはスイカじゃねえか、もしかしたらスイカだ。白石中に来たー。え、弱くね、50じゃなかった、覚醒すんじゃないですか、さすがに。これ絆役だからね。クイさん、相撲まであるんじゃないですか。え、俺たちのラッコ鍋。俺たちのラッコ鍋ありますよ。いや、俺たちのラッコ鍋はマジでやりたい。はい、俺たちの覚醒。やっぱ絆役はでかいな。はい、あ、チャンスね。26、うわー、チャンス目というチャンス目。引けなかったから、あと1回だけ、1回な、この1回を50以上にするんだろ。出た、生涯言ってたやつだ。あ、やばいの引いたっぽい、これ。うわ、これ純粋なの引いてない？引いてないかな？いや、引いてないわ。おし！おー、うまい。いや、全然いい。いや、いや、最低限の仕事はした。やっぱ白石なんですよ。やっぱ白石だな、確かに。
やっぱ俺たちの白石ですよ。なんやかんや400枚で残り100あるからね。いけます、全然いけます。よし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 、楽しかった。引いたチャンスでね、持ってきましたね。いやこれ施システム聞いたかもな。あー、それですわ。みんなにお寿司やっぱご馳走させてもらったっていう。いや、 やっぱ違いますね。まあ、やっぱあれはでかいな。どん底に負けてるときはああいうことするべきだよ。はい、ディレクターもなんか、おい、いいですか。あ、じゃあクリスさんのテロップだけレインボーにしときますみたいなこと言ってたからふざけて。今もしかしたら俺のテロップレインボーになってるかもしれないです。そしたら俺がディレクターに飯をおごったからです。なんか飯をおごったらレインボーになるんですね。なるかもしれない。全然得なのかどうかも分かんないけど。確かにすごいことやってないけど普通の喋りでレインボーなんですよね。よし、参戦。はい、来た。誰？白石。俺たちの白石。好きだな。来た。いいね、ナビなし。乗れ。来たよ。サブ1。大丈夫、覚醒がある。頼む。白石。あー、白石。来た、ナビ出し。それは行ったべ。最終ゲームっす。あ、ダメ。あー、俺2回引いたんすよ、クリさん。いや、まあしょうがないよ、白石だもん。白石追加引いてあげないと。追加か、俺たちの白石が。終わりました。終わったの。はい、マジか。上位だと700枚ぐらいですかね。だからやっぱゴールドラッシュだよね。うん、入れらんないとこうなるんすね。ボタンプッシュは白だ。なるほど、白来ちゃった。あー、あっさり。まあな、入れなきゃダメなんだな、やっぱ。ね、あそこでゴールドラッシュ入れて2、300でスタートしてやっとかってことっすか ね。いや、でも十分っすよ。はい、合わせて3500枚ぐらいです。素晴らしい。投資も1万でしょ。3000枚プラスぐらいです今。え、シルバー。あー、やっぱそういうことだ。あ、かわいい。いや、まあね、やっぱだからいつもと違う挙動はしてたんだよ。残り時間頑張ります。はい、翔くん頑張りましょう。いや、あ、おーっと、なんか引いた。ここで中チェ。中チェ、マジっすか。あれ、終わった後でも戻すってことでしょ。まあ、そうですね。ラッコか。ちょっと早かったら。でも100乗せたと思えばさ。あ、まあ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 。でもまあいいじゃん。これ明らかに設定差あるでしょ。いや、あると思います。あると思う。俺が打ってたゴールデンカーブとは違う。あと5ゲーム早ければラッコでした。でも、大丈夫でしょう。言ってやるよ、もう一回引いてやる。さすが。まあでもね、全然いい。戻したと思えば。だってあそこからハマる可能性あったんだよ、僕。いいとこで引けたと思います。まあ、ネガティブやめよう。 OK、OK。 で、775枚引き継いでるんで、ちゃんとこれね。46なのか、本当にこれ46です。ああ、じゃあ1150枚だから本当にトントンぐらいになる、これで。素晴らしい。多分俺は終わらない、乗せる。なぜならラッコに入れるから。ナイストイレだな、うん、トイレから帰ってきて一発目のシェリーっていうのは俺もいいトイレだよ。かっこいい。かっこいいってなんだ。
やはぁじゃないよ。怒ってんすか、クリスさん。怒るっていうか、適当に喋るからだよ、お前が。ピーピーにしないでください、クリスさん。トイレから帰ってきて、一発目、一ゲーム目、チェリー引いて、足にパイよ、参戦は。いいなっつったら、なんかかっこいいとか適当なこと言うからだろ、お前。怖いですよ。怖くないだろ、お前。怖いやつにそんなこと言う口聞かねえだろ、お前。本当に怖いと思ってたら。あ、また、あれだ。さっき中段チェリーいた、練習。でもこれ、足にパチだから、リプレイかもね。ほら。熱い、マジで舐めてんなお前。熱い演出ってことは覚醒の可能性もね。あ、リロックした。上乗せ赤。覚醒して。あ、ダメか。覚醒して。知らかった。3回引いたんですよね。おかしい。まあでもちょっともうすぐ参戦する。お、チャンス目引いた。いやでもん、これは煽ってるからボーナスあると思います。俺参戦。いやボーナスだと思う。どう、参戦か。覚醒。覚醒いきなり。いや強い煽りだったんです。確かに。いきなりあるんだ。だって勝負あと1000枚だ。もしできるじゃないですか。400ゲームぐらいしたと。お前今にその口聞けなくさせてやるよ。お願いします。こいつマジでさあ設定出してやる。覚醒中に何か引いて2人とかになるとやるんですかね。あーでもあるんじゃない。あるんすかね。3戦目はどうなんだろうね。あ、確かに確かに3戦目以外にとかね。はい、うわこれ火花散ってるから多分いってる。じゃあまあ60なら。はい、120に戻りました。 OK OK。 さあ煽ってきた。新ゴールデンカムイまで残り996枚です。何これ。なるほど。ピュー。うわマジかよ。なんか引いた。しかも光った。ここしかも見たことない。これアシリパー。何。ああなるほど、覚醒だ。おお、おめでとうございます。今めちゃくちゃノリに乗ってる。おー20とこ。いやー覚醒が活かせない。まあでも常に100ちょいをキープしてるから。よし、当たりそう。当たりました。扇風で当たりました。まあでも早いんじゃないでしょう。279ゲームですね。全然早い。終了プロだ。ありがとうございます。でもね、持ちメダルも確かに3280もあります。いや狩猟プロですよ。やった。狩猟うまければそれできるからいいよね。そうっすね。200くらいなら全然全然いいっす。来い。あー出た。お、土井さんまで来ました。あ、それ割れるよ。あ、割れねえわ。俺割れたんだ。あれ割れたらあのボーナスに上がる。決戦。あ、フリさんまた金出ました。まただ。フリーズは AT らしいですけど、割れたら決戦ボーナス。
あれ、あの占い行かないっす、最終ゲームで行くんじゃない、そっから。あ、そういうことっすね、うん、全然違いますね。いや、まあ、見たことないっすもん違う、全然違います。推測なんぼ6ですバカだなあいつ。いやめっちゃ乗りに乗ってますこれ。こんな違うんだ。まあこんだけ出りゃ打てるわな、余裕で。そうですね、簡単っすもんね。だって中段チェリーもあんだけ来てたら楽しいじゃん。はい、止まった押します。どうせまたチェリー引くんだろ。はい、オーラ見てないっす。めちゃくちゃ今力入れてたじゃんオーラのとこでなんで見てんすかそういうとこは。めちゃくちゃレバーオンしっかりやってたじゃん。ああ最低限いったんじゃない緑は。はい、最低限いきました。いやそこまでいったらいける。頼む頑張れ。ほらもう一度引いとけ。回ってる、引いた。引いて損はないだろう。ペン、ゴー、ナイス、ナイス、マジでナイス。俺ら今日神がかってうまいのか何なのか知りてえな。いやー俺らのせいじゃないじゃん、これ。せいって何、なんか俺は力じゃないっすよ栗さん。あ、台がいい、台がいいっす。いやそれは間違いなくあると思うけどな。俺プラス息いったよ。いやすげえ、今日普通に神回っすね。いや普通の神回だね。すごっ。あとラッコだろ、もう一回ラッコ入れたらいいだろ。もう1ラッコっすね。3回はついてない、ほらアシリパちゃん。また2000枚出します、はい、僕も続きます。でも俺あと720枚なんだ、ガチでいけます。はい、2回目のリプレイで乗せます。杉本ルーレットいきます。足リパきます。はい、激アツ覚醒です。え、覚醒、はい、乗せます。僕もじゃあこのまま覚醒の流れに取ります。はい、一角です。しょ人気出ない、俺ら出ない俺ら人気出ない、これやってたらやめます。これやめましょう。はいもう人気出ない、こんなやつら毎回満杯出してたら出るけど、これね頼む。いやダメ10。いや俺も やばい、今ルーレット失敗して残り30まで持ってかれた。いやこれだからもう中断地でもう一回引きゃいいんだろ。でラッコだよ、だって俺あと600枚でしょ。600はいけますね。いやでももう30なのよ今。600はいっちゃいましょうよ。いや行きたい。赤光機2回は乗ってる、ね、オッケー。あ、アシリパちゃんだ。誰が好きなの、白石です。白石なんだ。本命は、あ、本命はね、対抗でアシリパ。そうですね、対抗ですね。隠れ、ごめん、終わっちゃった。1436枚、あと570枚ぐらいでね上位だったんですけど。いや白だよ。でだからこれもう温泉チャンスとかなんかで早々にネジ伏せるしかないね。ないです、ここもネジ伏せて。悔しい。いやでも復活の兆しにはなった、本当にこれはですね。ああなった、終わりました。
400枚、427枚です。まあまあ、ああ白だ、まずい。あと1時間ぐらいですね、クリさん。そうだよ。どうします、あと一発で。あと一発いきますかね。あと一発引くに決まってんだろ。この台以上にいいのを探せる気がしない。わかります、白は絶望っていうのが分かりました。いやだからもうなんかネジ伏せで中段チェリーか。 OK です、応戦チャンス。ジャスティン・ショーノ、え、ジャスティン・ショーノ、ジャスティン・ショーノ、ショーノ何なんですか。ゴーゴーパチスロー、どうも。やってないです、そんなの。そんなのやったことないです、クリさん。さあ真面目にしてください、真面目に。真面目にやってるよ。やってます。でも昔って良かったよね、なんか時代的にテレビに出たいとかさ、まあ、この業界だってあるじゃん、 CS とかさ、はいはいはい、そういう目標が明確で良かったけど、今ってそうじゃないもんな。今って何なんですかね。何なんだろう。いやだから変わったよね、まあまあ変な時代というか、どっちが変かは知らないけど変わったからね、そういう目標じゃなくなったよね。まだ今この時代に俺らが20とか18とかだったら何目指すかね。難しい質問ですね。スロット打ってたかったら打ってないかもしれないしね、そもそもっすよね、うん、来店とかしたいと思うんすかね。でもいや思わないだろう、来店して稼ぎたいみたいな。いや思わないんじゃない、それ目標にするやついないでしょ。来店で予定埋めるみたいな。それはないんじゃない。何目指したい、ショー今じゃあ20歳に戻れたら、その脳みそのままだったらいいよ。何目指す、何やる、仕事。あでもこの仕事は間違いないですね、やるのは。やる、やります。今の脳みそだったらやる、やります。あ、まあ、今の脳みそだったらな、いろいろやり方分かってるからな、はい、ある程度。それはちょっとまあ話変わるか。でも業界には痛いんですよね。ああなるほどね。あんまりこれより面白いことが見つからないと思うんですよね。ああなるほど。なんかパッと出てこないんで。あまあまあそれはそうかも、俺もでもそうかもな、別にないもんやりたいこと、うん、みんなが笑顔になればいいなと思ってるぐらい。いやー同じくですわ。あ奇遇だな。奇遇ですね、やっぱ日本の、まあ、世界の大きく言えばみんなが笑顔になれればいいなと思うぐらいだもんな俺らな。笑顔やったらそれだけでいいですもんね。それだけでいいな、別にお金なんていらないし。いらないな。ショーはでも今が楽しいんだ。じゃあ今一番楽しいですね。ああそう、まあでもそうか、余裕も出てきたな、お金の余裕というか、まあ、生活に余裕が出てきて、はい、まあ、仕事が普通にあってってなったら楽しい。20代がきつかったんですよ、もうとにかく地獄だったのは20代。はい、楽しくなかった。楽しくはなかったっすね。30から楽しいです。なるほどな、早いじゃん。でもそう考えたらそうですね、まだ良かったです。早いよ。32? 今年で3です。3か。あでもそっか、俺が吉本辞めて3、こっち来たの33ぐらいで。そうなんすか。確かそんぐらいだったはず。あ結構遅めなんですね、そう思うと。32、3とかじゃない、多分ね。でもその決断したらすごいですね、今思うと。まあそうだね、今からちょっと大きな決断って結構、確かにそうかもね。まあ全く違うところに行くわけだからね、一人で。やっぱ一人でっていうのがでかいよな、その仲間もいながらし。すね、確かにそれはそうかも。あの頃なんて特にそうかもね。今はなんかやめてフリーみたいなのが結構さ、はいはいはい、多いですけど、まあ、ジャニーズとかですらあるわけだから、あの頃だから結構驚かれたことはあるけど。言うてだってクリさん有名だったじゃないですか。有名ではないけど、やのにテレビも出てて、まあね、止めてくれる人たちとかもいたからやっぱ悩んだけど、まあでももう行こうって、もう今しかねえなってこと行くの。いやいい決断っすね。まあな、ショーに出会えたしな。かいやもう酒の一杯目のリアクションだよそれ。かいやでもすげえ綺麗ですわ俺の。やばい。あそういやだから島単位で俺いいと思うのよ、そもそも。いいんだけど、ショーのは特にいい可能性もあるね。トラッチ5000枚出てますわ。な俺とかさ結構中段チェリーで2回とかぶち込んでるから。はいはいはい。あ温泉チャンスだ。
本当ですか、そんな行きます、やばいよねこれね。ガセとかないんですかそれ。いやあると思うよガセ。あ、いやガセなかった、やばいよね、わマジで行かないわ、すごいわ。今多分もう出てると思いますけど、多分、世に出てれば情報が。いやそりゃ6だわってなってそう。いいなコンコルドさん、お発展したラッコ相撲みたいになってるよもうあ、取った、いい当たった、ナイスです、ありがとうございます。355ゲーム持ちコインが1000枚だね。AT やってて1000枚出しましょう。そうだね、はい、よし、うまい、なんかビッグも多い気がしますでもなんか分からなくもない、はい、俺が打った時レギュラーばっかだったもん名前。あ、全然来ますよね、うん、引く。今リプレイ引いてたしかも。あ、引いてたんですね、それだったらもう。でもなんかまあなんかいろいろ違う、まだ数回しか打ってないこのゴールデンカムイも。よし行きますか、クマッとします、お願いします。チェリーで一撃もいいな、そろそろ。お、熱い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 、あるあるある、マジである、なるほど、あ、黄色まで行ったね、うん、緑ですよね、最低。いや、黄色だ、うまい、黄色に倒せるとこ見せとく。あ、見てみたいですね、まだ見たことないんで。あ、そう、全然やれるよ。時計台です、がっかりのやつですね、帰るかまだ時間あるな、もう一瞬できるな、もう一発いきます。 OKOK、 すいませんすいません、お騒がせしました。まあ、マジで次ラストかもですね。そうだね、さすがに。まあ出たらそれはね打ちますよもちろん、はい、次ラストだな。今のじゃあさ仕事っていうか今が楽しいっていうのはさ、今の楽しいの何が大半占めてる？クリさんかな。嘘つけ、ほらしばくぞ、怖っしばかれる。まあでもそうか、家族もいるもんな。あ、そうですね、家族もいます。あ、そうだな、それはでかいよな、はい、私生活だと。可愛い子供もいてな、可愛い奥さんもいて。あと俺結構大事なのがこういう洗い台を思いっきり打てるのって気持ちいいです。あー、なるほど、これが全然違います。そこの余裕ができたことによって、はい、好きな台を好きなだけ打てる。打てます、それは。そう、これ超でかくないですか。確かにそれは俺もそう、ずっと無理だったんで。うん、そうだね、あれは補助機のあの凱旋の時とかマジやめてくれと思ってましたもん本当に死んじゃうと思ってましたもん。確かに、でも前田さん打てって言ってたよ打ってくださいよ鬼 D 一発目なんて打ちましょうよ、取れなかったら作りましょうどっちかどっちかカードどっちかになりますよ多分、なんとかなりますってみたいな。まあ、結果俺だったかな、はい、10マシ払ったの。そうです、危ねえと思って、あれ10万払ったら俺ここにいないかもしれないですめっちゃあのカード、あ、やめてた、やめてる可能性ありました、勘弁してくださいって。はい、またなんだこれ、ニプリストが行くとチャンス目のやばね、4回目ですか。4回目、やばいよなんだ、6なんじゃないのこれマジで知らんけど、なんか引いた、これスイカじゃねえかワンちゃん。あ、じゃあリプレイだ、でも熱いよ。あ、熱そうね、あ、これは当たってそうだね、ほら。あ、リプでいいんすね、全然いい、さっきもリプ一発だもん、はい、当たった、当たります。いやうまい、143ゲームうわ、昇格しますよクリさん。いや、させますさせます、それ銀なんでやっぱいいっすよクリさん。いいよね、はい、嘘だろ、俺お前時計台しか来ねえんだけど
いやすげえな、でも温泉チャンスマジやばいね。やばいっす、こんな違うかってくらい違うわ。温泉見てから大丈夫そうっすね。そうだね、チャンス目引いた時にね。ああ当たるわこれ、一緒に当たりますね。なんかプッシュボタンでいったし、これももう1800です。これが第7手段、当たりました。1809、よし最後ぶち込め一緒に。 OK っす、ラストです。194ゲーム、2485枚っす。俺はなんなら有利感切れてないし、先で AT 行かねえかな、直でやっちゃいますか。行っちゃいましょう、お先です。いいですよ、まあ、そこマジで大事だぞ。待とうかな。いいよ、一緒にちょっとこれやりたいですね。オッケー、最後気持ちよく。さすがに俺これ当たると踏んでいるけど、あプッシュ出てそれってことはもう、ああ当たるわ。どうでか、オッケーです、オッケーです。でっかいどうバカにしてるの。いやしてないっすよ、敏感です。クリさんうわか、いや、行きますか、はい、よし。赤、うわうわやってるわ。ショーまずい、二人でこれはやばいな。あーダメだ、白ショウ、はい、帰るぞ。帰りますか ああスイカいっちゃった。378枚、狩猟チャレンジもやらないとくよ俺。 OK です、もうやめづらいし、レギュラー2連だからこれ追ってもいいけどね、切りないからね。切りないです。ああ、引いちゃった、引いちゃった2個、あリプレイ、全然やめさせてくれないんですけど。ああ、だいぶか。やめるよ、じゃあ。ん？今音声の音してなかった？あ。やめるって言った範囲だから。当たるか。ああああ、まあ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 、99ゲーム、8メダル2300枚、本当にラスト。鬼、やります。よしとーだだ、いやいや、お疲れ様です。おめでした。いや面白かったですね。簡単でしたね。簡単とは言いませんけど面白かったですよ。最後ちょっと
へこんでおりますけど、でも本当何回もしつこいけど今日もねマジでなんかね見たことないゴールデンカメ打てましたよ。結果どうだったかは知らないけど、はい、トロフィーも出てチェリーも出て出て温泉チャンスなんでもうずっと抑えてましたよ。神回ですよ福井さん。神回、神回です、これはもう間違いなく、まあ、そうですね、はい、僕、はい、マイナス770。なんでですか。いやいやあんないい展開で、いや言ったじゃないですか。昨日10枚サンド入れてるんですよ。そうか、じゃあ上がってきましたね。負けてってしょ、はい、今日ちょっとしんどいけど俺復活するためにちょっと付き合ってくれって言ったじゃないですか。はいはい、言ってました言ってました。マイナス700枚、これもうね成長したんですよ。もう 見えて光見えてるんですよ洞窟で。うわってもうそこまで来たんです。ありがとう翔くん。いやいやいや、もうナイスです。いや本当に、まあでも抑えたじゃないですか。いや、いいんじゃないですかね。そこはでもやっぱうちのエースが、はい、でも大事なのは回収なんで。はい、あ、クイズ300枚回収ですね。あ、そういうことな。あ、もうですね、すいません、はい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 、僕は投資が、11本506枚で、はい、回収が2438枚。すげえ回収したね。でプラス1932枚です。おめでとうございます。ありがとうございます。だからもうそもそも考えてるのはまあやっぱ55で考えてますから、俺もお前もね基本的にはね。あ、もうもちろんですよって考えたらプラス1200枚ぐらいにはなってると、はい、2人で。そうです。ただ今日は特別なカード、翔くん誕生日カードが入ってて、その場合投資が僕は25で11です。だからまあそれも抑えた方ですよ。ゴールデンカムですよ2台。確かに36でいいですもんね。36です。そうそう、で回収が僕の300枚と2000枚と2700枚か持って帰る可能性があると。ありがとうございます。いやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。答え見ますよ。さあ来た、さあ来た、見ますか。いや俺今日引いてますよ。俺でもだから今日言ったじゃないですか、今日まあもちろん今お金負け負け大変だけど、ね、はい、それよりも取り戻したいものがいっぱいあるから、ね、脱出の光が見えただけでもまあいい一歩になったと。はい、僕も初めての静岡で争いたくないじゃないですか。誕生日おめでとう。ありがとうございます。いいですか。いいですか。います。もう行きます。いいですか、いいですか、いいですか、いいですよ、いいですよ。あ、絞りますね。絞る。はい、本当に絞りたい。一応乗りなしもあるんで、まず真ん中に文字あるかっすよね。乗りなしもあるのか。乗りなしもあります。やだやだな、乗りなしな。いやー辛いな。一番安で一番ないっす、この展開で。思ってねえだろお前。おー違う、乗りなしはないっす。どっちかっす、どっちかっすか。これ行くよ。あー待って、もう行きます。いいですよ、行きますよ。止めます。回収と投資だったらあれですよ。そう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 、感じですか。これ可能性ありますよ。もう今実質呼ぶ位置。あー、うん。あれ10、これ10何でしたっけ。俺勝ちも全部もらえるんすわ。だからあ、何て言った今。待ってください。当たり前、どっちか分からなかった。いや、いいんですよね。トータルでだから乗り打ちで考えたら勝ってるじゃないですか。勝ってます。勝ちです。やったー、おめでとうございます。全部いいんすか。いいです、もちろん。あらー、僕もゼロなんで、もう僕は何もなしってことですもんね。負けてたら10負けてたし、勝ってたら10勝ち合ってますよね、これでね。まあ減ってはいる、僕のマイナス700枚。でもそれはまあ仲間じゃん。なんだよお前、なんか中途半端っすね、クリさん。いや何かだよ、それやったらもう。じゃ引き直す。いや、いいです、これです、これです。引き直すか。そうです、そうです、これが一番悪いです。一番悪いです。これでいいじゃないですか。だからクリさんプラマイゼロやし、いいっす、いいっす、これ。ありがとうございます、はい、本当助けていただきましたよ。はい、いいっす。いやでもまあ競馬の方ですよ、これで。僕が10だったら俺嫌ですもん、誕生日に。そうやったらさすがに俺ぶち切れてましたね。この流れで。そうですよ、いいですか。じゃあもうプラス分だけいただきますね。いやいや、これで僕は。はい、本当に。そっかそっか、いやよかった。じゃあプレゼントということで、それをあげたかったんですけどね、あのカードを。これもう一回あのできないですかね、カード買ったんで僕。何言ってんすか。次回もサービスプラス1。じゃあ俺誕生日で勝ったらもう一回やるの。やめていきましょう。やめていきましょう。いやもうマジ危険な香りしかしないって、あんなの。まあそっか、危ないから。まあでもだから誕生日近い時にまた会う機会あったら、普通にプレゼントみたいのはね渡したいなと思ってたんですけど。あ、本当ですか。でもうん、そう、でも会う機会ないからなしです。なんでその冷たいこと。来月会うじゃないですか。来月、来月来るんで。あ、まあ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 、まあ、それもちょっと、まあそれもそれはじゃあ今日 の、 あのカードでねお返したかったけど、それはできなかったんで。はい、まあ、それはおいおいな、なんかなんか考え、ちょっと考えときますよ。じゃあ、あ、す、はい、寿司おごったじゃん、ヒル。でもあれは賭けなんで、また別です話は。クイさん、あれは勝負だもんな、勝負なんだ、あれは。まあ、まあ確かに、はい、いやでもまあ良かったじゃないですか、久々、久々なのかな。でもそうっすよね、めちゃくちゃ久々です。お出場とかなんやかんやいろいろあって、今日はでもマジでいい回というか、いろんないいも部分を見せれたので。そうですね、多分いい台だと思うんで、皆さんね、あのゴールデンカメ打つ際には、はい、本当に何も起きないんで、基本的に、うん、気をつけながら
でも面白い部分を見せれたと思うので、はい、頑張ってやっていきましょう。はい、まあ次回、まあ、番長入ってますし、うわー熱いですねそれは、はい、まあその辺も狙えたらなと思いながら、まああとなんか打ちたいのがあれば、他にも多分入ってくるでしょう。いやーゴールデンカムイですかね。癖になってんじゃん、バカじゃん、一回勝ったから。ゴールデンカムイだけ打ちたいですもん本当に。俺はでもまだ打つよ。出して、で、もう足りないじゃん、出すまで打つよ。はい、で行きますよ。はい、わかりました。じゃあ翔くんまた次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで、アルファ4の1日は以上で終了でございます。次回またお会いしましょう。さよなら。さよなら。バカだよ発想が。アームでアーム取るじゃん。なんでアーム取るんですか。マグロを餌にマグロ釣ってるんだよ。あ、これ辺突っ込んだらいけそうですよね。行きます。ほら、いや無理だと思うこれは。ほぼアイブだよ。ちょっと触っただけだよ。あ、分かったっすこれ。いや、それメロンパンダちゃんにしとけよお前。こっち両替できますか。できないよ。俺が行け。あ、OK です。じゃあこれ、わかりました。アームの隙間にこの足を入れるんですよ。あー、アームの機械の隙間に。もう こいつは黄色いやつ。普通に捕まろうとしたらダメですけど、これ、うん、隙間ってない。あ、これアイブになっちゃう。無理だよ。やめましょう。やめるの。はい。あ、やろうと思った。むずいっす。あ、たぶん開いてる方に行った方がいいっすか、こっちに。いや、やれよ、最後。ありがとうございます。やっと分かりました。隙間に入れるんですよ、分かりますか。足をあの、あそこの隙間に入れるんですよ。ああ、まあ、それは確かに強いかも。出ないとこでも取れないです、アームで普通にやっても。これちょっと回りますもんね。そこ考慮してこうです。あー惜しい。こんな感じです。いや俺これいらないもんそもそもちょっと欲しいんだよ。行こうよ、行くよ。行きましょう。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ブリッジと光の面白いテレビ。毎週月曜配信、デリンゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、キャプテンタク。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。